ブンブンハローボンジュールオリーブオイルを一気飲み。どうもガチキレ MC です。コインをしてくださいみたいな言っといてやん。見せるぞ。じゃあ、はい、じゃあ2枚回のその挨拶を。まあ、いやもうこれで大体みんな定番になってるんで。そうそう、何人の人が定番って認めてる。大体定番っていうのは1万人、2万人超えてやと思う。はい、あ、そりゃそうっすよ。今は15とかがもうみんなこれ楽しみにして見てるんで、15人ね。365日昼飯江口食べてみたい企画。全然夜やけど。今日何日ですか。11月15日目の今日、11月15日。ちょっとね暗くなってるんですけど、まあ一応昼飯ってことで江口を食っていこうと思います。今日はゲストと一緒に食うっていう、そういう企画です。自分全然慣れてないや。じゃあ行きましょう。いただきます。まあ感想とかね言いながら食っていけたらいいかなと思うんですけど、じゃあいただきます。俺ちょっとあれやん、チーズあかんねん。いやほんまに我慢してください。うまい。どうすか。いやまあそれはおいしい。ほんまにこれを1年間毎日投稿する365日。需要は何だ。なんか需要っすか。だって見ててもその15人の人も何のためにやってるか知らんじゃん。いやなんか食べたらどうなんのかなみたいなドキドキ感っていうか、いないじゃないですか365日食べてる人。江口を昼飯にそれをなんか見てるドキュメント的な感じで見てるんちゃうかなみたいな。15人のじゃあさ、全然知らん外人のやつがさ、はいはい、毎日ビッグマックを食べてみましたみたいな、はい、聞いてどう思う。なんか何やってるのつまらんなみたいな。一緒一緒全然一緒一緒アホな。まあ食いますよ、連れてるやつ。そうそうおいしいですか。答え出たよ、つまらんっていう。いや、おいしいですか。え、おいしいですか。まあ、それはおいしいですよ、もちろん。美味しいらしいです。食って終わりなん、これ。まあ、バイバイみたいな、最後やって。そう。やばすぎるやろ。視聴者舐めすぎるやろ、お前。いや、最後、じゃんけんみたいにして。じゃんけん。そうっすね。買った品、江口一つとか。いや、普通にじゃんけんして、そう。まあ、占いみたいな感じですね。買った、負けたみたいな。あ、サザエさん最後みたいな。そうそうそう。需要なさすぎやろ。ここにもなんかこう喋ってる時に雑談みたいな入れていった方がいいんちゃう。俺目のクマすごっ。いやほんまにやばいっすね。なんでなんすか。病気やって。いやほんまリアル低血圧やで、スカイ取れへんからこう目とかこっちだけ俺二重になってんねん。なってんけど こっち左だけ俺乱視になったから俺目。あ、もうなってからっすか。病気なんて、うん、ここでもなんか普通に喋ってた方がいいんじゃん。誰がこれがさ、ジャニーズとかでさファンおる人がやったらさ、こうずっと食べてるとか見られるけど、どこの誰か分からないやつ黙々と食うてる動画えぐいやろ。俺その15人の見てる人と仲良くなられへんわ。ほんまそれ嫌だね。いいよいいよいいよ、参加してるからこれは。これ思ったこと、一視聴者目線やから。間違いない、うん、それはもう15人聞いてもらいましょう。だって登録者数140人おって、そのうちの15人しか見てないって。15人は少数の意見であって、俺は残りの125人の意見を持ってると思うから。恋バナとかしたいんじゃない。まあそうっすね、ちょっと15人もね、なんかもう嫌やったら抜けてくれてもいいんで。それがあかんよ。最近ほんまにカットちゃんは字幕やめたんですよ。これしんどいからよ。そうですね、自分に甘えて字幕やめたっていうか、まあその分ハキハキ喋ろうと思って。全然喋ってないよ。じゃんけんタイムやります。いや大丈夫です、見とけます。じゃあ行きますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。
やっぱこのチャンネルクソ問題や。もう大丈夫、大丈夫ですか。あ、もう大丈夫です。はい、ありがとうございました。裏テーマお分かりいただけたでしょうか。まだ分からない人のためにヒントとなる部分を抜粋いたします。365日昼飯江口食べてみたい企画。全然夜やけど、今日何日ですか。全然夜やけど、今日何日ですか。今日はゲストと一緒に食うっていう、今日はゲストと一緒に食うっていう、そういう企画です。自分全然慣れてないや。じゃあ行きましょう。自分全然慣れてないや。じゃあ行きましょう。ちょっとあれやん、チーズあかんねん。いやほんまに我慢してください。ちょっとあれやん、チーズあかんねん。いやほんまに我慢してください。ほんまにこれを1年間毎日投稿する365日。需要は何だ。なんか需要は何だ。なんか最近ほんまにカットお茶は字幕やめたんですよ。ここ最近ほんまにカットお茶は字幕ということで、この裏テーマ、動画の冒頭にも書いてる通り裏テーマがあります。はい、タイトルとは別で裏テーマ、まあもう一つヒント言っとくと、丸説、はい、丸の数は関係ないですけど、何々説、水曜日のダウンタウンみたいな感じですね。何々説、うんですね。それぐらいでいいですかね、ヒントは。そうですね、そんなもんです。丸々説っていうのが、ヒントです。なんでそれをもうここで発表しようと思ったんですけど、もうプレゼント企画にしちゃおうと。はい、今の時間とりあえず発表しますね。プレゼント内容さっき、いや今の時間発表します。こちら11月15日、42時34分はい、ということで42時34分です。もう15日のなんで、これを43時にあげます。はい、そうですね、43時です。今から30分後の43時にこの動画上げます。っていうか、もう上がってます。多分今これ見てる人は上がってるってことですよね。はい、上がってるんで、そっから今からまあ多分43時ぐらい、44時ぐらいまでに、11月16日分の、これは11月15日の動画なんですけど、11月16日分の昼飯の江口をまだ食えてないんで、もうなんか暗くなるの早いんでね、まだ食えてないんで、編集とかしとったら昼飯の江口を。なんで、ここでパパって食って、ここでもう動画の発表したやつを11月16日分ね、をあげようと思います。で、そこで、発表します。なんで、それは何時にアップするかというと、むっちゃややこしいと思うんですけど、ここ字幕もつけるあれがないんで、むっちゃややこしいと思うんですけど、11月16日の24時に16日分の動画をアップします。つまり、44時から24時までの間、9時間、ちゃう5時間かな、はい、うん、5時間あるんで、その5時間の間にコメント欄に〇〇〇説っていうのを、コメントしてください。で、その中で当たってた人に、iTunes カード、1万円分を送ります。またそこはなんかメッセージとかやり取りして、1万円分送らせていただきます。はい。で、これでちょっと疑問に思った人、コメントを見て、俺がなんか言う〇〇説っていうのを変えるではないかって思う人もいるとは思うんですけど、それは絶対しません。けど口言うだけじゃあれなんで、証明するのはまあこうやって時間をね、19時、44時にまずアップするじゃないですか。で、で16日分のその正解発表動画、正解発表プラスなんか企画する動画は、もうこの時計出しながらやるんで、はい、もう変えてません、絶対に。で、っていう話です。わかりました。はい。ということで、お願いします。その動画チェックしてもらって、iTunes カード見たい、チェックしたい人、5時間の、制限時間5時間なんでね、24時までの間に、16日24時までの間に、やってください。
コメントしてくれたら当たってたら送れます。はい、あともう一つなんですけど、ミステル君がねコラボしてくれたっていうことで、僕はミステル君ほんまに好きな先輩なんですけど、ミステル君の中でも、まあ、ミステル君の中で MV が何本か上がってて、ミステル君の MV の中で僕が一番好きな MV、メイクマネーゲンダイっていう曲の MV を概要欄に貼っておきます。あとミステル君 YouTube やられてるんで、その YouTube のチャンネルも貼っておきます。はい、その2つをチェックしてください。はい、あとまあ24時に上がるその成果発表の動画も必ずチェックしてください。お願いします。はい、以上です。じゃあ5時間制限時間あるんで、 iTunes カード1万円欲しい人はどしどしコメント、何回でもコメント OK なんでお願いします。あと拡散とチャンネル登録高評価全部お願いします。以上です。